ークの意外な雑学、大奥女中の高級取りぶり、幕末の大奥で最高位のお年寄りが年収1000両以上、現在の価値で2700万円以上を得ていた事実、歴史ドラマと異なるリアルな大奥、権力と欲望が渦巻く歴史ドラマとは異なる大奥のリアルな姿、身分を超えた同性愛の存在、幕末における大奥内で横行した身分を超えた女中同士の同性愛の事例、大奥女中の不祥事、江島生島事件、聖徳年間に起きた大奥幹部女中が歌舞伎役者と密会した大スキャンダル、派閥争いと権力闘争、五代将軍綱吉の時代における大奥内の女中同士の派閥争いと権力闘争、出産に立ち会う女中頭の重責、将軍の側室たちの出産に立ち会い世継ぎの男子誕生に関わる女中頭の重要な役割、女性だけの特殊な社会大奥、華やかなイメージとは裏腹に権力闘争の舞台でもあった大奥の特殊な社会構造、大奥女性の野望、将軍の妻になることを最大の目標としていた大奥女性たちの野望とその背景、大奥とは何か、江戸城内にあった将軍の妻子や側室、女中たちが住む男子禁制の居住区大奥の概要、就職先としての大奥、当時の女性にとって人気の就職先だった大奥の魅力とそこで働くことの意味、